そんな言い切れる、普通言い切れるでしょここで。なんで普通って 何が普通なんだよ。お前の中の普通ってなんだよ。お前そんなすぐ出てくるラスボス、お前ぐらいしか作んねえよ。確かにそういうゲームばっか作る。気持ちすごいわかるけど、上に進んだらボスもういる。変な呪文みたいに唱え始める。うわすぐ鈴木とか出すから。つけやすいんだもん、そういう名前。左なんだ。あっ、タコミッケ。なんかあったからかな。それスーパーグレートヤバい剣入ってる。どうかの袋。なんちょっとどうかしてるぜ。ほんとな。ほんとつい一緒かな。お前ちょっとそれはどうかしてる。あ、こっちだ。こっちっぽいわ。うん、基本的にこの茶色いところ行けばなんとかなる。なあ、そうだね。そこはみんな歩いたっていう印だから。そうそうそう、先人たちのな、お前あれだと道をちゃんと通っていかないと。あっ、あっと、あ、ああ D おっしゃった。びっくりした。手堅い、急ごう。雨が強いわ。あ、これだけ。そうそう、やべ、あ、だだだ、スライムめっちゃいる。結構いるな。めっちゃいるわ。すごいね、量産されてる、量産的な。なんだっけ、何言えない予感にしろ。チーズから、あ、これラスボスじゃない。これ来るぞ。来るね、そろそろ来るよ。で、めっちゃなんか左上になんかいるぞ。え、ほら、これ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 。あ、ほんとだ。なんだあいつ、あれ宝箱みたいな。宝箱守ってる。なんだこいつ。アライグマが剣持ってるぞ、これ。これヤンキーっぽいアライグマだ。ヤンキーっぽいアライグマ。そうそう、なんかあの目隠してるからちょっとヤンキー。あ、はいはいはい、カラーギャング的なね。そう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 、怖い。でもスライムだらけだわ。あ、これもうすぐヤンキーちょっと倒してる。ちょっとヤンキー、ヤンキー狩りに行こうぜ。あー、多分、あー、ちょっと上から行くのかな。行ける行ける、遠回りだわ。あれあれ行けない、あれあれあれ、あ、行けない、行けないわ。ちょ、ヤンキーの元にどうやったら行けんの。ヤンキーの元に行けないっすわ、これ。あれじゃない、違うマップから行くんじゃないか。かもね。うん、おい、なんで、お、あ、おや、ここ抜ければ北の館の入り口ですわ。だってあら、ヤンキーのところ行けねえよ、これ。ヤンキーちょっとみんなに紹介したかったよね。そうだな、まあ、いずれ行けるんじゃない。この気配は、あ、来るぞ、来たんじゃない、これ。来るぞ、来るぞ、何かが来る。え、どうしたの。痛いわ。なんだそれ。毎月来る女の子。あの日が来る。おい、ほら。こら。これもう言おうと思ったけど。いや、これ別に小学生でも習うから下手したら。まあ確かに保健体育の授業で男の子と女の子がね、別の部屋に分かれてさ。ここで今言わなくて。なんだおかしくない。なんだこいつ。ね、あの時ね、お、あ、あ、なんだこいつ、やばい。なんだ、なんだあのやさぐれた人。なんだ、めっちゃ態度悪いんだけど。すごい横になってて、やられちゃえ、やられちゃえ。座布団枕にしてね、超リラックスしてる。疲れちゃった。声を続けてください。お、先手を取られた。確かに普通じゃないね、これ。普通ではないよね。え、大丈夫か、こいつ。なんだ、スーパーフェニックスバーグ。なんとか、なんとか、私、後ろへって。く、わ、わ、後ろへ。誰のことだ。こんな時でも名前呼んでもらえない。もう、文学かっこいい。めっちゃ暴れてる、麻痺劇だって。おお、あ、結構強い、強いし、なんか食らった。それ嫌な予感、激臭で。あれ、なんかエリス毒ってない。そうだ、ね、多分毒だよね、これ。じゃあ、ちょっと抱きついていこう、うん。お、いいね。こっちの方が威力高いから。僕の方よ、いいですね。これで、ガルーダ、ガルーダ剣舞、ガルーダ山下みたいな感じかな。なんでわざわざつけるの。誰だよ、山下。ガルーダ山下です。ほら、見て見て、
まあ確かに手広げて見てみてみたいな感じだけど、ね、あれあ、強いわダークエンブレム、あ、強いわ、あーあーあーやばい、こんな9と3ってこれは、あ、ほらやっぱりやばい、これ俺の言った通りの展開だったじゃんやばいぞこれ、これフラグかな、それに足が足がしびれちゃって足がむくんで足がむくんでマッサージに行かないと結構余裕あるよ、足つぼマッサージ行かないと私僕が終わった、来た、何しに来たの、これ以上黙って見ていられない、私も戦う、何バカなこと言ってんの、あなたまで殺されちまえばお願い早く逃げて、逃げなさい、命令クションあった、私だって戦えるわおかしくなったぞ今なんか口にめっちゃ集めてる、すごいなんか吸ってる、吸ってるめっちゃ吸ってる勢いめっちゃ腹式呼吸だ、おすごい息リフレッシュ、お回復した、おーおーすげえ、すごい傷が、傷に塩を塗るか、どれぐらい焼く、めっちゃ痛いんだけどってことはこれでガルーダ山下も倒せんじゃない、さすがけど山下あと半分だよ、しかし攻撃力が上がってる、おお、なんで今のなんとか9話のおかげじゃない、すごいな、なんとか9話って使ってった方がいいのかな、あいいね、いいね、どんどん使おう、そうか、私結構やばいからね、うん、名術フレクション、ちょっと説明を見ないと、属性耐性、金星術、回復、金星術、全部金星じゃないか、特殊、金星来てそこに繋がるのティアキュレイ、あーそっか、これは普通に自分だけなんだけど、なるほどね、ティアキュレイって何、これさっきのすごい回復魔法、すごい、すごい魔法、すごい魔法、マックス回復しやすい、何もせずに待機する、次の行動がとても早くな、そういう戦略性があるわけだ、あ、なるほどね、ターン確認、あ、うん、ターン確認できなかった、スタジオに絵をください、はい、ターン確認がちょっとできなかった、お、あれ少々お待ちください、もう一回じゃあそのみんな待って待ってね、今ティアキュレイしてるから、ティアキュレイしてるからね、よし、ん？ん？もしかしてまさかのミントのペア、ターン確認しようとしたらこう、なぜかすごい可愛いポーズで迎えられたぞ、アルコエルかもしれない、ん？連打気をしてる、ポチオッケー、でもう一個聞きたいんだけど、はい、え？セーブってした？あの途中してないですね、途中してないね、ボス前してないですね、急に出てきちゃったから、うん、そうね、19分のとこだ ねという夢だったのかな、ね、なるほどね、さあということでございまして、はい、終わり、実はですね、もうあと時間的にもあと5分ぐらいしかなかったんですよ、そうなの、はい、なのでまああそこを倒せたとしても倒せなかったとしても、うん、あそこでと終了と、なんと、はい、いう予定でございましたので、ね、僕の話聞いてるかな、聞いてる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 大丈夫、さすがに聞いてるから、さすがに聞いてる、そんなマジかよ、そうなんでございます、あらめっちゃいいとこだったもんね、まあ実際どういう風になるかっていうのはですね、こちら、はい、もちろんあのフリーでプレイできますので、はい、エターナルメモリーぜひですね、皆さん、皆さんの自身で目で確かめ、目と足と鉄で確かめてください、鉄はいらない、鉄はいらないじゃない一番大事な手が足りてないから、あ、そっか、はい、ということでございます、プレイの方していただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします、さあ、ということでございます、まずは一言、大変失礼いたしました、申し訳ございません、ごめんなさい、メンゴ、いやでもガルーダ山下倒したかったよね、あいつ倒したら多分スーパーミラクルソードみたいなのが手に入るから、いや何その確定、もしくはエリスがわーってこうやって連れてかれるっていう最後を迎えるから、ありえるわ、気になる人はねやってないよね、いや多分ね、これちょっと気になるよね、ほんとちょうどいいところである意味終わったかもしれない、じゃあ続いてのゲームちょっと用意するので少々だけお待ちいただきます、はーい、はい、いやーさあさあさあ大丈夫
紹介しますね。お、はい、何でしょう。